それでは、まずグランプリの方からお名前をお呼びしたいと思います。土山隼人さんはいらっしゃいますか。名前を呼ばれた方ちょっと一歩前へ。はい、それから大山祐樹さんいらっしゃいます。それから山形博光さん、じゃあちょっと一歩前へ出てください。はい、じゃあ土山隼人さん、はい、じゃあおめでとうございます。はい、じゃあ山形博光さん、はい、おめでとうございます。はい、それでは、続きまして準グランプリの方のお名前をお呼びします。渡辺なずささんいらっしゃいます、ね。はい、じゃあ、はい、平山かやとさん、はい、じゃあ園田優香さんもこっちに、はい、関亮太さん、あ、はい、大事ですね、はい、それから村田隆明さん、はい、それから木島海人さん、はい、はい、一歩前お願いします。はい、おめでとうござい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 ます。ちょっと一列並んでもらおうか。はい、じゃあ、表彰された皆さんに今一度大きな拍手をお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。それでは、快適環境づくり協議会の岡本会長より挨拶をいただきたいと思います。皆さん、おはようございます。今日は朝早くから、まあ、地元の方が中心になってですね、このテントとかいろいろな設営をさせていただいたというお話を聞いております。またこのゴミ拾い選手権、焼けの竜フェスタ2016ということで毎年実施をされておられますけれども、大変いいことだというふうに思います。今日は快適環境づくりということの方からですね、ゴミ拾い選手権ということで今、表彰させていただきましたが、今日は地元の皆さん方、元山、赤崎、須江と、大変な地元の方のご出演と、それから小中学校の皆さん方、たくさんお越しになって、たくさんのゴミを収集されたというお話を聞いております。まあ、こういうことを重ねながら、この海岸、焼けの海岸だけではございませんけれども、雨が降る、それから台風シーズン、まあ、これについてですね、非常に大きなゴミが山積するということも聞いておりますので、まあ日頃から少しずつこういうふうな習慣をつけてですね、ゴミに対する関心を持っていただきたいなというふうに思っております。今日は小中学生の皆さん本当にありがとうございました。これからも一つどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それではゴミ拾い選手権の表彰式をこれで終わりたいと思います。今一度参加された皆様方、大変お疲れ様でした。また来年もたくさんの方のご参加をお待ちいたしております。はい、どうもありがとうございました。